1>, 1等全5賞を合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじが全国で一斉に発売されました東京銀座の宝くじ売り場では今年は新型コロナの影響による行動制限もないため多くの人が早朝から長い列を作っていました またジャンボ宝くじのコマーシャルに出演している俳優の妻夫木聡さんや吉岡里帆さんらをゲストに記念イベントも開かれました年末ジャンボ宝くじは1等7億円が23本前後賞1億5000万円が46本で1等、前後賞を合わせると10億円に上ります。大晦日の31日のに抽選が行われます。